手レシーバー DB となっております。では背番号51番川口凛選手、オフェンスラインディフェンス。令和2年12月27日関西学院大第3フィードにて2020関西中学生アメリカンタッチフットボール選手権関西決勝、関西学院中等部対立命館森山中学校の一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーブルーのユニフォームが関西学院中学部、奥側ホワイトのユニフォームが立命館森山中学です。関西学院前半レシーブのスタートになります。レシーブからのスタートとなります。あ、皆さんの音声等は大丈夫でしょうか。これより試合開始です。立命館キックオフ、キッカー36番。さあ立命館からのキックオフのスタートとなります。こちら、タッチフットボールになりますが、本来のですね、アメリカンフットボールと同様に、4番の攻撃で10ヤード進むということが重要です。10ヤード進むことで関西学院リターン17番、関西学院陣38ヤード付近でボールデッド。ここから関西学院の攻撃となります。関西学院自陣38ヤードからファーストダウンテン。早速バンチの体型ですね。この三角形でレシーバー3人置くような体型、シフトしてアンバランス、中学生と思えないような戦術ですが、おー、セットに出ましたが、これは左方向へのランプレー。しかしこれは立命館アジャスト、約4ヤードロス。足が早く出まして、ロスタッチ。関西学院自陣34ヤードからセカンダウン14。中学生らしからぬエンプティの体型、レシーバーが5人いる状態ですね。ランニングバックではなくエンプティの体型をモーションして、一度ランニングバックに戻します。パンチの体型からランプレー。これはランニングバック、キャリア3番、左オープン展開。3番片坂井選手は約10ヤードゲイン、10ヤードほどゲインにしております。ただいまサードダウン1。タッチフットボールもですね、先ほど申し上げました通りアメリカンフットボールと同様に4回の攻撃で10ヤード進むことによって再度4回の攻撃を獲得することができます。関西学院サーダウン5、失礼、サーダウン残り1ヤードです。さあ、マンチの体型からパスを狙うか、こんな囲まれてタッチと判定は、クォーターバック12番スクランブル、ファーストダウン獲得です。スクランブルしまして、ファーストダウンを獲得。
攻撃となって関西学院ファーストダウンテンボロン自陣49ヤード自陣49ヤード付近からの攻撃これ独走となるかこのままいけるか届いたかナイスランファーストダウン、キャリア1番ハンドオフから中央突破大きく前進しファーストダウン相手陣10ヤードからの攻撃と変わりま す, からです、ね、ボールを敵陣まで大きく持ち込んで、敵陣10ヤード付近よりファーストダウンの攻撃になります。素晴らしいですね。我々が中学生関西学院ファーストダウンテン、ボロン相手陣10ヤード、ね、ランが通るっていうのは本当になかったので、トリプルの体験になっております。さあ、このサイドランプレー中央へのランキャリア1番ゲインは約3ヤード3ヤードほどゲインしております。皆さんチャットにもですね、ぜひ応援コメントいただければと思います。おっしゃる通りですね、昨日、まあ、関西学院セカンドダウン7ボールオン相手陣7ヤード負けてしまいましたので、まあ、ぜひ中国部の方で、取り返してリベンジしていただければと思いますが、さあ4枚パス不成功、クォーターバック12番ターゲット29番へのパスしかしオーバースロー、サーダンに変わります。関西学院サーダウン7ボールオン相手陣7ヤードゴール前7ヤード付近より、サードダウンですね。関西学院ここで、まあ、ノーマルなバランスの体型で外にスイープと呼ばれるトスをしましたがタッチダウン、これはタッチダウン、何枠1番トスを受け右オープン展開相手ディフェンス振り切りそのままエンドゾーン駆け込みタッチダウン、これはキャプテン自ら1番林選手自らが関西学院6点獲得。関西学院トライ4ポイント、さあトライ4ポイント、キックを狙っていきます。キッカー63番キッカー63番、中雄大選手、このキックは失敗ですがイエローが出ております。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。タッチフットボールもちろんアメリカンフットボールも同様なんですけども反則が発生した際あのように金、審判からですね黄色いフラッグが出てきます。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション関西学院不正な体型でキックを行いました。しかしこの反則を立命館は取りません。したがってキック失敗関西学院6点立命館0点。この反則に対して、拒否したあのヤードを取る、バッターを取るのを拒否したような形です、まあ、今回はキックを失敗しておりますのでわざわざ、バッターしてキックをやり直す必要性があるので、リクランしたような形になります。先ほど得点を挙げた関西学院のキックオフで試合再開です。関西学院キックオフキッカー63番再度、関西学院中学部の、キックからのリスタートになります。キッカーは、同じく63番の中選手も3年生ですね。オフェンスラインディフェンスラインになっております。キックしましたがこれは大きく横にそれて、外に出てしまいます。このキックは外に出てアウトオンバーンズイエローフラッグ反則となっております。この場合リターンチームは5ヤード下がっての蹴り直しか
出たところから5ヤード前進しての攻撃か、あるいは自陣35ヤードからの攻撃を選びます。関西学院、立命館、蹴り直しを選択しました。アウトオブバウンズ、ボールがキック時に外に出た場合、選択肢としては、バッタイしての蹴り直し、もしくは、その外に出た、場所からですね、5ヤード、前進しての、攻撃の再開ということが、選択肢なんですが、今回は立命館の森山、中学校は、蹴り直しを選択。関西学院、ペナルティによる30ヤードからのリキック、キックオフ、キッカー63番。こちらは大きく真ん中に行くことになりましたが、立命館リターンリバース、リバースのリターンを狙っていく立命館。リターナー21番、立命館陣30ヤード付近でボールデッド。山田春樹選手、こちらも3年生。素晴らしいですね。こう中学生とは思えないこう戦術が、多く飛び出しております。立命館自陣28ヤードからファースト3点。そう、初めての立命館、前半初めてのファーストクォーター、初めてのファーストドライブ、これは基本体系のプロの体系でしょうか。トスしてスイープです。トスを受けての右オープンスイープレー、キャリア21番。しかしこれはアジャストされ約1ヤードロス。1ヤードほどの、ロスとなっております。立命館自陣27ヤードからセカンダウン11。さあ立命館も自陣27ヤード付近より、セカンダウン11。先ほどと同様の体型でパスを試みました。パス成功。スクリーンのワイドレシーバー16番、ヒッチパスをキャッチアンドラン、約3ヤードゲイン。サードダウン8。ここでホイッスル、こちらで、レフリータイムアウト、ここでウォーターブレイクです。今年度、コロナの影響によりまして、各選手がですね、フェイスシールドと呼ばれる、飛沫感染予防対策をですね、各選手が取られておりますので、この中でですね、熱中症、非常に その中ですけども、熱中症対策としますし、選手それぞれはヘルメットを持ってしまいますので、こういったウォータータイムのアウトを、できました。立命館自陣30ヤードからサーダウン8。攻撃権更新まで8ヤードの前進が必要です。攻撃権を更新するためにはこの8ヤードをしっかりと取っていきたいところです。立命館ファースターランニングバック21番のフレアパス、これを21番キャッチアンドラン、ファーストダウン獲得です。選手が大きく外にまくってファーストダウンを獲得しております。さあ両チームともしっかりとファーストドライブで、ファーストダウンを更新し、立命館ファーストダウン10、ボールオンハーフウェイ。さあプロのです。パスと見せかけて完成、ナイスアジャスト。立命館ドロープレーを展開しようとしました。キャリア9番、しかしこれは読まれ約5ヤードロス。
立命館自陣45ヤードからセカンドダウン15。さあセカンドダウン15、立命館の再びランプレーを展開しようとしましたが、これもアジャストされ約2ヤードロス、キャリア21番。さあサードダウン17、かなり、ファーストダウン方針までは遠のいてしまいました。立命館サードダウン17、ボールオン自陣43ヤード。状況下においてもプロの体型、ランニングバック2人置いた、プロの体型で攻める形になりました。これは足が速い関西学院中学部、パス不成功。クォーターバック18番プレッシャー浴びながらパスを投じようとしましたが、プレッシャーに負けパスを投げ捨てました。フォースダウンと変わります。川口凛選手、3年生、素晴らしいラッシュでした。初めて、フォースダウンの、攻撃となります。アメリカンフットボール同様、立命館フォースダウン17、パントフォーメーションを選択します。パントキックを、行います。関西学院リターナーは、29番竹本選手でしょうか、3年生。パンター88番、プレッシャーからパスはショートパント。関西学院陣40ヤード付近でアウトバーン、攻守交代です。10ヤードほどパントで攻守の形となりました。関西学院ファーストダウン10、ボールオン自陣38ヤード。立命館森山がプロの体型、まあ、非常に基本の体型を扱っているのが高いし、関西学院中学校は常にこのショットガンからの体型、おっとイエロー、ここでイエローフラグ。何枠25番トス OK、 右オープン展開、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。反則はどっち、あ、関西学院の、背後へのブロック、背後への不正なブロック、オフェンスの反則。アメリカンフットボールは攻撃チームは後ろからブロックしてはいけません。5ヤード抜体となります。失礼しました、10ヤードの抜体です。10ヤード抜体しファーストダウンやり直しとなります。関西学院自陣28ヤードからファーストダウン20。関西学院は常にこのショットガンフォーメーションを変えずに、どうでしょうか、初めからこの3人の体験が多いですが、お、これはナイスパス、パス成功、ファーストダウン、スタッチですね、素晴らしい。クォーターバック、ワイドレシーバー29番にパスを通し、29番キャッチアンドランでファースダウン。29番竹本選手、本日大活躍です。関西学院自陣48ヤードからファースダウン点。関西学院自陣48ヤード付近よりファースダウン点。中央へのラン、キャリア25番、ゲインは約2ヤード。関西学院セカンドダウン8、ボールオンハーフウェイ。パス不成功、コーダーバック12番、ワイドレシーバー29番へのフェードパス、しかしこのパスはキャッチできずサードダウンに変わります。
関西学院サードダウン8ボールオンハーフウェイ、ボールオン50ヤード、サイドパスを試みる選手がパス成功、パスだ、クォーターバック12番29番にパスを通し、29番キャッチしてファースだ、素晴らしいですね。クォーターバック12番長澤選手は、2年生長澤選手から、29番竹本選手へのパスがサイド成功、関西学院相手陣37ヤードからファーストダウン点、クォーターバック12番スクランブル、ゲインはしかし2ヤード、関西学院相手陣36ヤードからセカンドダウン9、またもやバンチの体形ですね。このように三角形で並ぶ体形をバンチと呼ぶんですが、ここでボールをファンブル、幸い25番が抑えましたが1ヤードロス、ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、関西学院中学部6点、立命館森山中学0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。